はい、本日はですねノースフェイスのアウターを全部紹介していきたいなというふうに思います。ということでこちらにね僕が持ってるアウターをずらっとこうやって並べさせていただきました、端からダウンジャケットがザーッときてフリースが来てマウンテンパーカーがここにこの日にもいっぱいあるよということでね、並べさせてもらいまして、合計で何着あるかと言いますと何着あると思いますか嫁さん。30ぐらい。そうぴったり30着っていう。そうなんだ。はい、まあ、ちょっと自宅にもねまだある分があったりしてて、あのマウンテンジャケットっていう僕のお気に入りの真っ黒のねラオジャケットがあるんですけど、アナも家にまだあるんですよ。だからまあこれは一部になっちゃうかもしれないんですけども、まあほとんどねある分やと思いますので、これもざっくり紹介していこうかなというのが今日の流れというふうになっております。で一着一着紹介していって、そんな詳しいことは言いません。もうざっと見て、あこれこんな思い出あるよねと嫁とね、撮ってもらってるの奥さんなんですけど、あこんな思い出あったよねなんて言いながら話して、でまあ羽織る分はちょっと羽織ってみたりとか、で羽織らん分は羽織らんくてのは適当に喋ってみたりとかしていってね紹介していこうということで、一着に1本も喋っていくとこれ30分の長尺になっちゃうので、ほんまに10秒20秒ぐらいでパン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 と切り替えていこうかなと思いますので、そんな準備でいいですか。はい、早速いきましょう。はい、では早速いきましょう。まずダウンジャケットの方がいきたいなと思います。はい、こちらのね一番向こう側のステージの方へどうぞ。はい、はい、それではまずはこちらのダウンジャケットから見ていきましょう。これドン、これがもうノースフェイスの中で最も、僕が買ったノースフェイスの中で一番高いかな10万円近くしたと思います。だからもうこのまあ後で出てくるんやけども、バルトロと比べた時のこのパンパン感、バルトロですらもすごいのに、うん、このヒマラヤンパーカーすごいなっていう感じはしますよね。はい、はい、これについて思い出とかってあります？ないです。ですよね、僕もこれ特にないんです、はい、では次いきますね。はい、ヌプシ、これは思い出あるよね。うん、これはいいね。あのよく着てたよね今日。よく着てた。めちゃくちゃ着てたって言ったらこのヌプシなんですけど、まあ、これをねよく着させていただいておりました。まあ、僕の視聴者の方にはね言わんでもこのヌプシがいいっていうことは言ってるんで、これで OK のにしたいなと思います。はい、まあ、プライベートでもよく着とったよな。めちゃくちゃ着てたな。バルトロとかより着てたの。そうだね、去年はそうかもしれない、うん、去年は着ないもんな。うん、ということで出てきたのはこちらバルトロでございます。これ2017年に買ったから、このあるジャケットの中で結構古参の方やね。うん、で古参ジャケットにはなってるんですけど、別にそんなよれたりすることもなく、ありますね。たださっき言ったみたいにこのヒマラヤンとのボリューム比べたらすごい、ね、バルトロですらもちっちゃく見えちゃうけども、まあこんなことですよね。そして次がこれビレイヤ。はい、ビレイヤパーカーは思い出ありますか。特にないけど私も着れるかなっていう感じかな。思い出あるやないかい。これ福井で買ったやん。うん、知ってるよ。知ってるよって君友達に会えたやんその後。うん、会えたよ。そんな思い出はないの。え、買った時は会ってないじゃん。でもその数分後に会ってんで。あ、その数分後にね。うん、もうそれといってビレイヤあんま着てないしな。俺もあんま着てないね。うん、ちょっと着たね。ちょっと着たから、うん、まあまあ着やすいよねこういう色味やったらね。うんうん、でビレイヤ今年も確かあの派手めの色出てた、オレンジとかね。あらま。で次がこれはもうジップインジップする人には必須といったアコンカグアっていうね、めちゃくちゃ言いにくい名前、今思い出した。アコンカグアなんか俺もう去年の2月から言ってなかったけど、今パーって出てきたわ、アコンカグアっていう名前が。これインナーダウンで、後々に出てくるね、こういったマウンテンライトジャケットとかの中にひっつけれんねんけど、よくなんかちょっと間違った人がこれヌプシもひっつけれますよっていう人もいてはんねん。うん、けどそれジップはひっつけれんねんけど、これジップインジップって何のためにするかって言ったら袖とかがなクチュクチュってなるやん。へへ、中に着とったりしたらこれがもうクチュクチュになってさ、こんなんなってるやんか。うん、それならんために袖もひっつけんねん。うん、だからその脱ぎ着がしやすくなるのがジップインジップやねんけど、その前のジップだけひっつけんやったら別にこれでもジップさえあれば誰でもできんねんやんか。うんうん、なんかそういう意味じゃないんやけど、まあそういうことを言ったりする人もいてるから、まあ、服はなその人の感覚逆やね。うん、なんでそっちにいちゃったんだろうね。まあその人の感覚がいいと思うんですから、今回は、うん、というこれは、インナーダウン兼、まあ、ダウンジャケットかな。はい、では次さっと言いましょう。はい、こちらマウンテンダウンジャケット、これは思い出あるよね。北海道で着たやつね。そう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 、俺がノースフェイスのダウンジャケットって多分バルトロの次にこれ買って、これ PV で撮ったやつでしょ。そう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 、私が怒られながら撮ったやつね。 その角度ちゃうって。だあの時まだ iPhone でジンバルだったっけ。そう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 、今でこそカメラ何台かあるけどな。うん、iPhone なんてピント合わないしさ。だから見返し見てください。僕最初1分間で角度つけて撮ってるんですけど、あれ嫁にめちゃくちゃ怒りながら、だからそれちゃうって、そっから撮んねんってもう分かってるって。その1分間は全く、映像では見えへんやんか。、うん、けど裏側はな、もうほんとやだった。
まあ、だから今プロのカメラマンにお願いしてるやん。あ、そうだね、うん、もう君にお願いするようにしてっていう、まあ、思い出の酸いも甘いも知ってるジャケットやね、これは。で、次これは、はい、それはの、キムタクのやつでしょ。あ、まあまあまあ、キムタクとかもよく似てるよね。これはな、多分知らんと思う、ほぼ知らない、俺の動画見えへんよ、君はさ、うん、だからもう全然知らんと思うねんけど、ゴキブリみたい。ん？ん？これは濡れてもいけるね。え？濡れてもいけんね。雨とかで濡れたり、あとキャンプしてる時にこうびしょびしょになったりしても全然いい。気持ち的に嫌だよね。でも機能知ってれば全然怖いことないで。そうなの？うん。それが機能性っていうこと。男子が好きなね、皆さんね。そうですよね。で、次これサンダージャケット。はい、好き。うん、サンダーいいねんけどさ、うん、俺な。2年ぐらい前までサンダーが一番いいって言ってたんけど、うん、実はな、ちょっと最近変わってきてん、うん、っていうのもなんてかっていうとな、サンダーってな、いいねん、こうやって薄くて、うん、もう車とかも運転できるってめっちゃいいねん、機能がいいねんけど、うん、取り扱いがちょっと難しいんな、うん、っていうのも中がダウンやねん、うん、だからそれがちょっとややこしいってことで、最近アークテリクスのアトム AR に浮気してる、うん、あ、選択できるやつあるやん、中綿入っててさ、君もよく着てるけど、あら、覚えてないですよ、わかんないですか。ほとんど君自分のことも覚えてないもんね。だいたい飯のことしか覚えてないもん ね。これが、サンダージャケットね。でもいいのはいいねんけど、うん、取り扱いがちょっとめんどくさいっていうだけで、でもいいよね。いいよね。で、次がこれが、最近買ったんやけど、キャンプインスタレーションベストって言って、ほぼほぼもうこれと似てるわ、うん、ほぼ一緒よ、うん、これのな、ノースリーブバンカー長袖なんかってぐらいの感じっていうか、でもこれも濡れてもいいね、うん、だからもうほぼほぼ一緒やわ、うん、レビューしながら、あれ何がちゃうんだろうなと思いながら、そうしただけやなと思いながら喋ってたけど、これはな、安いね、比較的。でもそれさ、うん、袖濡れるやん、腕。え、だからこれはキャンプ用やね。キャンプ用だけどさ、うん、その中に着るやつもさ、うん、なんか腕もさ、防水じゃないとさ、うん、結局さ、こう胴体しか守られないやん、腕びちょびちょじゃん。うん、いいの？でも動きやすいやん、その代わり焚き火とか火切ったりとか、まあ、もこもこしたらさ、やりにくいし、これ穴開くねん、焚き火で、うん、でもこれやったら袖はフリースとか着とけば穴は開かんへんよね。袖はでしょ、胴体穴開くやん。胴体がこう離れない。なんだそれ。で、次がこれちょっと薄めのフリースね、今回フリースシリーズになります。それ好き。マウンテンバーサーマイクロっていう名前だと思う。もう名前がな、はっきり覚えてないんだけど、マウンテンバイクロマーサみたいな、マーサバイクロマーサ、あ、違うね、バーサやろ、バーサマイクロ、うん、これはね、フリースなんですけど、この柔らかさがいいねんな、うん、ね、ふかふかの、かわいいね、それ。これでも L サイズでな、ちょっと俺ちっちゃいからもう、うん、XL の方がいいかもしれん、俺は。これはちょっとワンサイズ上上げてもいいかもしれん。で、これデナリ、これも先生の時思い出すよな、うん、いや、それとその、ま、あのマイクロバーサ、うん、教員の時やな、そう、教員時代思い出す。これ着て授業やってたもんな、うん、子供らと遊んだりとかして、すごい、思い出すわ。これもまあ思い出よな、うん、思い出だね。で、これが去年復刻したフリースやねんけど、もう正直名前覚えてません、これに関しては。なんだったっけね、わからん。ただあれやろな、どっちかっていうと20代の子らが着るような感じかな、あ、まあ、ちょっと若いし、こう被るタイプやから、こう脱ぎ着めんどくさいねん、うん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 、まあ、家とかから出かけて帰ってくるんだっていいけど、例えばアウトドアとかで着るって脱ぎ着じゃない、うん、めんどくさい、ここをかぶったりしなかったから、うーん、それちょっとあんま向いてへんかもしれない。で、これが、バーサミットなんとかっていう、これもガッチャンクするやつ、うんうん、で、じゃあガッチャンクもできるし、もちろん1枚でもさっと着れるし、うん、なんかな、ちょっとどっちかって言ったらアウトドアのフリースって感じじゃないねんな、薄いよね、そうそう、薄いというか細い作りが、うんうん、だから特にまたなんて言ったらいい、バイカラーじゃないっていうのもそうなんかな、こういうバイカラーってやっぱノースフェイス感出るやんか、二、うんうん、色展開って。でもこれって二色じゃないからさ、一色やからさ、うん、こんな私服とかでパッて消えたりとかできそうやなみたいな。私それ去年結構着てたよね。いやいやいや、君着てたのは次紹介するこれよ。いや、そっちも着てたよ。あ、ほんま、うん、まあ男女受けがいいかもしれないね、女子にも受けがいいかも、これって。あ、そっち、うんうん、普通にカフェとかでも着ていけそうやん、こんな感じで、うんうんうん、で、これで、次がこれ、ね、バーサーなんやったかな、バーサロフとか、なんかその名前だな、覚えてないね。もう名前はな、僕はもう適当なんですよ、大体そういうのはきっちりせえへんからね。で、これが結構人気で、毎年すぐ売り切れちゃうよな、うん、多分数もないねん、数が多いわけじゃないから結構なくなる。でもフリースの中で多分一番高い3万円ぐらいしたのかな、3万3000円ぐらいしたやつ、すごいちっちゃいよね。
そうやね、これだって XL で買ってるって。え、L じゃなかった？いやいやいや、XL だっけ？ XL やったと思うで、うん、やっぱ XL や。XL か。うん、俺で XL がまあ A かなって感じだから、L とかちょっとちっちゃかったと思う。うんうん、そうだそうだ。だからほんまになんて言ったらいい、その中年とかになってきたらさ、まあ、俺もさ、腹とか出てくるやんか。うん、もう腹出たら閉まらんで。確かに。俺今ギリ閉まるけど、もうちょっとビールっぽくなったらマジ閉まらんと思う。うん。これも若者系かもしれないな、どっちかって言ったら。確かに、もうタクモーモーが似合わなくなっちゃったね。見慣れてないね。あ、今だ。うん。そして次がこれ復刻のやつでした。まあ出なりみたいな感じかな、うんうん、もうほぼほぼ出なり。今年出るんかどうか知らんから、まあすぐ終わるわ、うん、紹介はこんな感じ。え思い出ある？私ちょっと着てたよね。あ、着てたな、うん、確かに着てたと思う。ちょこちょこ着てた、それ俺やっぱフリースはさ、もちろんノーセスもいいんだけど、うん、やっぱパタゴニア強いな、うん、だから結局俺はパタゴニアにフリースは行っちゃうから、あんまフリースの思い出ないね。もうこれぐらいかな、教員時代来てたぐらいの。もうこれもう5年ぐらい前の話だからさ、まあ思い出ないけど、まあ次こっち行きましょう。去年はシンチラだっけ。そうそうそう、シンチラ。あ、スナップなんちゃらかぶるやつ着てたよね。そうそうそう、シンチラスナップティーね、うん、あれのイメージだろ去年は。まあ良かったからね、 R2 もいいけど、うん、まあそんな感じで、次はノースフェイスのマウンテンジャケットのねコーナー。これ全部マウンテンジャケットずらーっとあるんですけど、全部一緒だよこんな感じ。まあ全部フードあって、うん、なんかシャカシャカ言うやつっていう、うん、まあ、女子から見たら全部一緒、一緒。これに何も使ってんの？5万、5万、4万、3万、4万、3万、覚えてないという感じでね、ここだけでざっと20万以上あると思うんですけども、まあ、これはまず大人気のやつからいこうか。マウンテンライトジャケットで、これもマウンテンライトジャケットで、これもマウンテンライトジャケット、全部一緒です、色が違うだけ。これはね、今年の春買ったやつやし、それ好き。今までマウンテンライトジャケットなんか俺何着買ったか覚えてへんわ、うんうん、自分の分もそうやけど、もう手放したやつもあるし、弟に買ったりもしてるし、うんうん、まあ、それぐらいマウンテンジャケットってこういいよねっていう、うん、だから俺正直この今3コーナーあったけど、まあ、ダウン、フリース、マウンテンジャケットってあったけど、ノースフェイスやったらここ強いな。だからやっぱ数多いやん。確かになんか年中着てるイメージあるわ、うん、ここは強いよ、ほんまにノースフェイス様々やなっていう感じ で次が、マウンテンレインテックス。これも入門編系のジャケットで、値段3万円ぐらいねんけど、よくセールなる。ここは並んで、マウンテンライトは並ぶ。ほんまに変な色って言ったら言い方悪いけど、そのぶっ飛んだ色っていうかな今年の春夏に出た色で、うん、抹茶グリーンっていう色があって、うーん、黄緑みたいな、それとバーセールなってたわ、スポーツ店とかによったら。けどそれも難しいや、抹茶グリーンなんかズボン何合わせんのってなってくるやんか。おしゃれな人は着こなすんだよ。まあ確かに俺ぐらいやったら無理やわ。無理だね、うん、だね。まあこれぐらいくすんだ色やったらな、着やすいけど、緑が、うんうん、確かに。でもこれもよくセールなってるよっていう話で、これに関しても廃盤ですよね、思い出のレイジ。レイジですよ ね、 ね、これ君も家にあるよ ね、 ね、レイジプルオーバー。これもプルオーバーで被るタイプやねんけど、うん、いつかなスノボーとかで着てみたいなと思うね。映えそうやんか、もともとこれスノボーの復刻やね、うんうん、だからスノボーとかで着てみたいななんて思ってます。んでこの辺がクライムライトね。うーん、あ、大のやつは教員時代ですね。そう、これはもう一番最初に買ったノースですね。ファーストノース、もうカバンでもないし、小物、靴下とかでもないし、もうまず一番最初買ったのはこのジャケットね、うんうん、あの当時の店員さんがおったんですよね、うん、あの店員さんがもうこれ買いなさいって言ってくれて、ほんなじゃあ買わしてもらいますって買ったのが、どこやったっけな、ルクアやったっけな、うんうん、ルクアイーレのノースです。今もあると思うんですけど、そこで買わせていただきました。もう今から2016年とか5年とかやから、もう5、6年前かな、うん、が一番最初で、教員の時に毎日着てた。で教員のロッカーに入れてた、ずっとこれをでジップも直したしね。ジップも直した、これ壊れたからね一回、まあうん、ジップは壊れやすいからしゃあない、うん、で何個やったっけな、4000ぐらいで直したかな、うん、そんなもんやったと思います。でまあこれは色違いのやつ、うん、基本こういうバイカラーなんですけど、へへ、まあ、これは単色で買って、よく子供らも、なんかもういろいろやってきたから、もういろんな汚れがついてると思うし子供らに着させたこともあるし、うん、まあ、思い出が一番あるのはこのジャケットよ。でまあ、これは今年買ったコーチジャケットかな、まあ、これもよく見るよね、うん、あったりするんやけども、コーチジャケット普通に羽織るだけで、春先とかに出てるんやけど1万円ぐらい、別に防水でも何でもないし、うん、まあ、普通のジャケット、ただロゴがついたジャケットっていう感じです。でこれら辺は、ドットショットやったかな、分からんけど、この辺が劣化するやつで、こっちも
あのベンチレーションじゃなくてな、ひっついたりできんねん、フリースひっつけたり、これもできんねんけど、これも劣化すんねん、うん、だからカッパ？カッパっていうか一応防水やねんけど、うん、3年か5年ぐらいは防水、それ以降は防水ならへん、スプレーしても、スプレーしても一緒裏のな生地がな剥がれちゃうねん、ポロポロ、あら、まあ、でそれで防水にしてんねん、うん、けど剥がれちゃったら防水にならんねんか、うん、だからシャカシャカジャケットになっちゃうねん、その冷凍、まあシャカシャカでもよかろう、でまあだからこれが他のこういう似たジャケットに比べると1万円ぐらい安いねん、なんか買いやすいやんと思ったりしたら残念ながら劣化していくんですよと、で劣化する動画も今度作ります、知り合いでねボロボロのジャケット持ってくれてる人おるから、うん、貸してくれるから、でそのボロボロ見てこうなりますよねなんていう話しますので楽しみにしておいてくださいということと、あとこの辺は薄めジャケットやね、薄々ジャケット、うん、喉がガラガラに乾いてきたな、結局もう18分経ってますね、もっと早く喋らんと、ごめんごめん、でこれクラウドジャケットっていうジャケットね、こっちのクライムに似てるんやん、もうクラウドとクライムってもうどっちも似てるやんか、値段も似たような感じやねん、うん、で俺これの比較動画出してんねんけど、うん、多分それ見た上でも君やったら何が違うか分からんと思う、うん、分かんない、ほんであと4つ一気に紹介する、もうめんどくさくなったから、はいはい、これがねフューチャーライトっていう、それ私去年なんか着てたね、うん、あの去年このセンスが出した防水素材、うん、もう最新のやつやねんけど、まあ、それがいいかどうかっていうのはまだこれからじゃないと分からへん、正直これ1着だけ持ってるって感じ、あの実験用に持ってる、へー、あ、これも劣化するやつやな、へー、ボロボロに劣化するやつ、名前忘れた、色かわいい、これはあれやな、マウンテンソフトフーディーや、でこれがスワローテールフーディーや、スワローテールもう1個買ったの、うん、あ、そうなんだ、うん、これ家にあるやつは君にあげたやつだから、うん、そう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 、あ、そうなんだ、感じで、まあ俺の動画はな、ほぼ見えへんからな、うん、何か勝手に旦那が YouTube やってるわぐらいにしか思ってないからな他のなんかリーサでーすとかずっと見てるけど面白いんだーって言ったから見てるけど、わしの YouTube 一切見てないからまあまあしゃあないでしょ、そういう風にね、あの男に向けてやってるから、うん、まあ、そんな感じで家にもだから実は まだあるじゃないですか、あるね、うん、だからまああれなんですけど、まあ、一旦ね、あの今あるものをざっと紹介してみて、で、まあ、パンツもねそこにあるし、まあカバンもね実はリュックもこの辺にまだあったりはするんやけども、あとまあこの辺とかもね、まあリュックもあるんやけども、まあとりあえず今回アウターだけっていうことなんで、アウターだけざっと紹介させてもらったということになっております。まあ今年の冬また増えるでしょう、それもね、そうだね、はい、ということで、まあいろいろ見させてもらったんですが、ほとんどがこの1年2年ぐらいで増えたもんやから、うん、やっぱりあんまり思い入れは浅い、うんうんうん、でもやっぱだいぶ前から持ってるやつとかはめちゃくちゃ思い入れあるから、うん、そのクライムとかもこれな、正直言ってサイズ M やね、うん、ちっちゃいね、ちっちゃいねやんかなんでって当時俺20半ばやで、25とか6やったからさ、うん、痩せてたもんね、細かったんや、うん、でも今やったらもうこの肩幅とかさ、うん、この腹周りも出てもらってるからさ、うん、ピッチだもんねもうこんな切られるんでってなってんねんけども、だけどやっぱ当時の思い出があるな、なんかあの中学生の男の子が成長期一気に来ちゃいましたみたいな、中3になったら制服ピチピチみたいな感じだね、だからまあないずれまたなんかそれをこれをなんか使える時がなあったらいいかなと思うんですけど、まあ、子供にあげるぐらいしかないかもしれんけどな、自分らの、うん、まあ、そんなことでね、これで終わりにしたいなというふうに思います。ということで本日は、ノースウェイスのアウター全部紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。テクノリ暑い、ピチピチで終わったよ切ってよろしい？うん、いい。